はい、ゲームコレクターの酒缶です。本日は、2019年11月10日、サッカン学院ゲームコレクター部スタートです。ということでね、本日はね、11月10日ということで、本日の記念日ゲームは、ダンジョン&マジック、ソーズ・オブ・エレメントが、1989年の11月10日に発売されているので、記念日ゲームなんですが、これはちょっと後半にやります。で、最初にね、パッケージの研究ということで、チョロ Q642、ハチャメチャグランプリレースをやって、で、今週発売タイトルをいろいろ見た上で、後半はね、ダンジョン&マジックからの、AD&D のね、ファミコンタイトルをちょっと見ていこうかなと思ってます。ちょっとつなぎが強引なんですが、とりあえずそんな感じでいこうと思います。ということで、まずはね まずはパッケージの研究ということで、これいつだ？1999年の12月24日に発売された、チョロ Q642 ハチャメチャグランプリレースのパッケージを見ていきます。はい。こんな感じでね、チョロ Q っていうと、64だと2作目になるんですけど、1作目はね、チョロ Q がついてたってことで、ちょっと分厚い、大きめのパッケージだったんですけど、2作目は特にそういうのがないので、シンプルにこういうパッケージになってます。チョロ Q がね、わんさかこういて、楽しげな感じにはなってますね。チョロ Q642、はちゃめちゃグランプリです。普通っていうか、64ってこうついてる時点で2つけるのってちょっとね、こうロゴ作ったりするときにはちょっと面倒なんですよね。数字プラス数字で、しかもちょっと話さなきゃいけないじゃないですか。色変えてこう重ねることでね、やってますけど、で、あとは、64GB パック別売りがあるとより楽しく遊べます。これちょっと今日は用意してないや。で、1人から4人用、コントローラーパック対応の123ブロック。で、振動パック対応で、バックアップ機能付き。で、N キューブと宝のロゴがあると。で、横は こんな感じでね。で、普通にロゴが入ってますと。こうか。だからここではね、チョロ Q642 っていう塊と、ハチャメチャグランプリレースって、だから2行にしてるんですけど、こういうふうにやるときには、この塊とこの塊が分かれるね、ロゴになってるんですね。で、裏面。違う、そっか。そこはね、このシルバー系の色がまんま使われてます。で、裏面。チョロ Q たちが熱いバトルを繰り広げるハチャメチャレースゲーム。前作に引き続き、プレイヤーが自由にコースを作ることができるコースリートも充実。特殊なパーツで敵車を攻撃できるだけでなく、チョロ Q コインを取ることでの駆け引きも熱い。チョロ Q コインってなんだっけ？いいや。で、複数のコースを巡るチョロ Q グランプリモードを新設。総合優勝して新パーツをゲットだ。上位に入賞すれば、対戦相手から様々なパーツをもら、あ、奪えるぞ。パーツの種類もパワーアップ。で、様々なパーツを集めてカスタマイズし、君だけのチョロ Q を作り上げよう。ってなってますね。ちなみにね、64GB パックなんですけど、64GB パック別売りを使うと、チョロ Q ハイパーカスタマブル GB によってチョロ Q のスピードが変化するぞってことでね、本当はこれを用意しておきゃよかったんですけど、ちょっといろいろドタバタして忘れたので、後日フォローします。先日他の64タイトルで後日フォローしますって言って放置しているのがあったような気がするので、早めにね、その辺は一緒にやっていこうかと思います。ちなみに、ご注意、ご注意。ご注意。本ソフトはユーザーごとのチョロ Q のデータ、エディットコースデータをコントローラーパックに保存していきます。
コントローラーパックがないとデータは保存されません。なるほど。だからこれなんだろう、バックアップ機能付きなんだけども、プレイデータは基本的にコントローラーパックにつくっていうのはちょっとね、めんどくさそうですよね。どうだったかな、当時のプレイ状況。あんまり覚えてないんだけど。まあいいや、ちょっと後日 64GB パックの方の関連商品については後日紹介します。で、今週のね、発売タイトルをちょっと見ていこうと思います。今週ということなので、10月11日から、10、あれ？なんか変なの開いちゃった。10月11日から10月17日ですね。僕のブログの方にね、リリーススケジュール20191110から1116、あ、違うか、1、1011か、1、違う、1110か。10日だから、今日から次の土曜日までの予定ですね。まずね、11月14日なんですけども、A 列車で行こう EXP、エクスプレスプラスかな。A 列車で行こうエクスプレスプラス。これはね、exp.plus って書いてあるやつですね。これプレステ4。これはね、去年多分 A 列車で行こうエクスプレスっていうの出てるんですけど、それのまあ、バージョンアップ版みたいな位置づけですね。アートディンクさんは結構 A 列車シリーズこういう風な感じで、一回出して、その後バージョンアップ版出すっていうのは結構見られる傾向ですね。で、あと、プレステ4で、君の街ポルティアが、もう14日ですね。これ多分先月スイッチ版が出てるんで、まあ、ですけど、なんか調べてみた感じね、違うメーカーから出てるんですよね。ちょっと珍しいパターン。サターンやプレステの頃にはね、こういう近い発売日で違うメーカーが同じタイトルを出すっていうね。違うハードで違うメーカーが、それぞれのハードでソフトを出してやつはやってて、まあ、この配信だと 先日ダイハードトリロジーだっけ？なんだっけ？あれ？ダイハード？あ、そんな感じかな。あれで見たと思うんですけど、まあそういうパターンですね。あと、ケムコさんが、スーパーストリート・ザ・ゲーム。これがプレステ4。で、ニンテンドースイッチだとスーパーストリート・レース。これザ・レースかな。間違えてんな。待つで直そう。ということでね、スーパーストリートってやつのレースゲームが2種類出るんですよ。スイッチと PS4 で違うものが出るんですけど、これはね、ゲームショーの時に取材に行って話を聞いてきた限りだと、システムは一緒なんだけど、違うコースが入ってて、ちょっと PS4 版だけ確かオンラインの仕様が入ってて、スイッチの方、なんだっけな、スイッチの方が、日本風のコースが入ってるのかな。なんかちょっといろいろ違いがあるんで、まあその辺は、ただハードが違うって以外のチェックポイントがあるということです。で、東京グール、リコールトゥイグジスト。これプレステ4。で、あとバサラコレクションがプレステ4。まあそんな感じですね。で、11月15日が、スター・ウォーズ・ジェダイ・フォールン・オーダーっていうのがプレステ4で、これは通常版とデラックスエディション版が出ます。で、あと、これが多分、今週の、まあ、一番でかいのは、ポケットモンスター。まあ、ソードとシールドですよね。まあ、ダブルパックも出ますと。でもどうなんだろう。任天堂64とか、あ、64じゃないや、ゲームボーイとか、任天堂スイッチじゃないや、3DS とか、まあ、なんか今日言い間違いが多いな。まあ、任天堂ね、3DS ぐらいまでの携帯ゲーム機だと2台以上持ってて、これね、大人の遊び方なんですけど、片方に、まあ、例えば、3DS の、ノーマル 3DS と、ニュー 3DSLL を持ってると、まあ、両方にね、片方に、まあ、
この前で行くと、まあ、3で片方にムーンを入れる。で、両方遊んでて、適度にこう交換しながらね、一人コンプリートを目指すみたいな遊び方ができたんだけど、スイッチってね、確かにライト出たけど、さすがにこの携帯機2個持ち的なプレイとか、やりにくいと思うんですよね。だって今ってほら、アカウントと紐付けがあるじゃないですか、オンラインやったりしてても。だからなかなかね、そういう遊び方しにくいんじゃないかなと思ってて、まあ僕も正直そういう遊び方今回したくないなって感じなんで、まあ、ちょっとまだ買うかどうかも決めてないんですけど、はい、そんな感じです。ということで、で、今日のね、ボリューム脂肪の忘れてた。で、今日のね、紹介するのが、本日の記念日ゲームがダンジョン&マジック、こちらになります。これ、ね、夏目から出てて、まあ、30周年になりますけど、まあ、ダンジョンでマジック使うから、なんとなくロープレっぽいみたいな、そういう感じのタイトルと、まあ、イメージ A ですよね。で、まあ、こんな感じかな。まあ、ダンジョン&マジックってね、入ってますね。まあ、当たり前なんですけど。で、裏面、こんな感じです。ダンジョン&マジック。熱い水の壁に、閉ざされたグラーデスの国。しかし、人々は平和な生活を与えてくれる神へ、感謝の気持ちでいっぱいだった。ところが突然、魔族の残党ダーセス、なんだろうこれ、ダーセスがある目的のため人々のへの迫害を始めた。祖国を守るため勇敢に立ち向かう少年ヤームはたった一人で長い旅を無事に終えることができるだろうか。ということで、まだ今のところダンジョンもマジックも出てこないんだけど、その他を見ると、とっておきの魔法、獲得した魔法の中から3つまでを選んで新しい魔法が作れる。地を揺るがす魔法、炎を巻き起こす魔法、そして、てんてんてん。なかなか意味深なんだけど、まあ、なんだろう。あんまよくわかんない。で、あとはね、3D が醸し出す実体験ゲーム D&M。ほぼすべてのシーンに 3D を取り入れ、リアル感と迫力のある画面でゲームが楽しめる。画面パターンも1万2000を超える広大な、マップ。森、あ、違う、町、森、海、地下迷宮ももちろん 3D アニメーションってね、なかなかこの1万2000を超えるっていうのは何なんだろう、こう進む一歩一歩のことを表しているとしたら、よくわかんないですね。アピールポイントはね、当時は割とこう、でかい数字を言えばいいっていうね、のがあって、まあ次なんですけど、5000個の戦闘パターン、モンスターの力を十分に把握していろいろな TPO に備えよう。5000ものパターンには十分な武器や魔法が役に立つだろう。この5000ものパターンとかね、5000個の戦闘パターンっていうのはね、何を意味してるんでしょうね。この一体ってモンスターが、例えばその50種類モンスターが出るとして、それぞれの攻撃パターンが1個あたり100もないよね。 でもそういう何かしらの計算ですよね。5000ものパターンって言われても、なんかそれがこう必ずしもアピールポイントになるかというとちょっと微妙なんですけど、まあ、なんとなくこう数字のアピールの強いゲームですね。で、このダンジョン&マジックってあるんだけど、これね、やっぱり気になるんですよ。この RPG ね、特にテーブルトークなんかの流れとか PC からの流れとかね、割とこう海外の RPG の流れっていうのがを考えると、やっぱりこの A&B 的なね、2つをくくる、&でくくるっていうのがよくあるパターン、よくあるじゃないな、有名なパターンで、で、やっぱりね、そこは何かっていうと、まあちょっと、具体例がいいのなかったんで、ちょっと 3DS、ダンジョンズ&ドラゴンズ、ミ
ミスタラ英雄戦記。まあ、ここはいいんだけど、テーブルトーク RPG で、ダンジョンズ&ドラゴンズっていうのがあったんですけど、まあね、こうゲーム化もされてるんですけど、まあ、テーブルトーク RPG ということでね、まあ、一番多分、世の中的に RPG って言った時に一番こう伝統のあるね、のがダンジョンズ&ドラゴンズなんですけど、まあ、そのね、そっから多分こうダンジョンかなって。一方でね、また持ってくる例がおかしいんですけど、スーファミからね、マイト&マジックっていうゲームがパソコンから来てる RPG で、シリーズであるんですけど、まあ、このあたりのね、このマイト&マジックのこの響きから合わせると、なんかこう、ダンジョン&マジックになったんじゃないかなという感じがしています。はい。でね、本当はここで綺麗にね、ダンジョン&マジックなり、マイト、ダンジョンズ&ドラゴンズとかね、マイト&マジックを紹介した方が綺麗なんですけど、いろいろ調べてみたんですけど、マイト&マジックね、結構ね、出てるんですけど、このね、この、まあ、これを持ってくるまでもなかったんだけど、おっと、この表記ね、ここ、マイト&マジックっていうこのね、アンドで表記、このアルファベットじゃないや、この記号のアンド使ってるのが、これぐらいしか見当たらなくて、それ以外が、英語ね、AND だったりね、カタカナアンドだったり、そういう表記だったんで、とりあえず、なんとなく、これは今日はいいかなと。で、こっちもね、ダンジョンズ&ドラゴンズもね、紹介しようと思ったんだけど、サタン版持ってないんで、ちょっとやめました。で、代わりにね、何を見ようかなと思って、今日持ってきたのが、アドバンスト、まあ、ダンジョン&ドラゴンズってのはもともとテーブルトーク RPG なんですけど、テーブルトーク RPG っていうのはマスターっていうのが一人いて、まあ、その人が、まあ、ストーリーテラーになったり、いろいろな判断をするんですよ。だから、コンピューターゲームの RPG でいうところの、まあ、カセットの中身とかね、まあ、ディスクでもいいんですよ。中身の、まあ、プログラムだったりするわけですよ。まあ、だから普通にロープレドラクエとか遊んだ場合に、まあ、街を出るとかコントローラーでキャラクター移動させるけども、まあ、テーブルトーク RPG だと、まあ、マスターの方が今どこだかの街にいます、どうしますかとか問いかけてきて、でプレイヤーの方が、じゃあちょっと今その周りに何が見えますかとか聞いて、まあ、いろいろこう聞いて状況を把握しながら進めていくっていう感じなんですけど、まあなんだろう、そういうね、テーブルトーク RPG をこうコンピューターでできないかっていう取り組み、まあもともとはそのダンジョン&ドラゴンズをみんな遊んでて、そこから自分一人でコンピューターでできないかって持ってきてやったのがウィザードリーなりウルティマだったりするわけですよ。で、まあそこから発展して、みんなもうそこから先はテーブルトーク RPG の経験がなくても、みんな普通のウルティマやウィザードリーとかをもとに RPG 像ができて、いつの間にかそのね、戦って経験値稼ぐがね、すごい比重の高いコンピューター RPG ができていくっていう、まあ、流れがあるんですけど、まあ、そういう流れがある中で、その、まあ、ドラクエとかいろいろ誕生してるんですけど、まあ、で、後にね、ウルティマもその流れで、ファミコンにも移植されると。ウィザードリーはね、アスキーが移植して、アスキーが移植じゃない、アスキーから発売されてるんですけど、まあ、移植がね、良くて結構評判が良かったんですけど、ウルティマはね、ちょっとポニーキャニオンさんの方のがね、一作目が、割とちょっとね ということもあって、個人的にはすごいトラウマがあって、まあ、ちなみに、恐怖のエグゾダスってやつなんですけど、秋元康さんがね、シナリオのテキストの、なんかアレンジをしてたりね、後藤継利さんが、継利さんが曲を入れてたりしてて、こう、どういうカスタマイズっていうか、どういうアレンジかね、そのポニーキャニオンさんのその座組のね、組み方の謎みたいなのがあるタイトルがあったんですけど、まあそういうポニーキャニオンさんがファミコンで展開してたのが、アドバンスとドラゴンズ&ドラゴン、あ、違う、ダンジョンズ&ドラゴンズ。アドバンスとダンジョンズ&ドラゴンズ。
テーブルトークのダンジョンズ&ドラゴンズっていうのは、もともとテーブルトークとしてあるんですけど、その後ね、一個、もっといろいろとルールのを新しく作ってっていうか、明確化したって感じかな。で、アドバンスドダンジョンズ&ドラゴンズっていう、ものがあるんですよ。で、そっちを原作にしているコンピューターゲームとか出てて、それが海外で発売されたののローカライズを、ポニーキャニオンさんがやってて、ファミコンではこういうシリーズが出てましたと。でね、これ、アドバンスト大戦、あ、大戦略じゃないや、ダンジョンズ&ドラゴンズ、ヒーローズ・オブ・ザ・ランスってね、英語的にはヒーローズ・オブ・ザ・ランスなんですけど、日本語表記だと、ヒーロー・オブ・ランスに変わってしまってるわけですよ。はい。だから結構ね、一般的にはこのアドバンスト・ダンジョンズ・アンド・ドラゴンズっていうところが抜きになって、ヒーロー・オブ・ランスって呼ばれることが多いタイトルですね。で、裏面、こんな感じ。あのドラゴンランス戦記の世界がエキサイティングなアクションゲームとなって登場。ここでね、やっぱり疑問に思ってしまうのが、あのドラゴンランス戦記の世界って言われてるけど、一般的にね、知名度がどうだったかっていうところが、ありますよね。これファミコンのね、出たのがね、1991年なんですよね。で、ちなみに僕はダンジョンズ&ドラゴンズっていう、テーブルトーク RPG は、中学生の頃ね、友達と遊んでて、よく放課後とか、もしくは家帰ってから友達ん家に集まって遊んでましたけど、だからあれは、87年ぐらいかな、にやってたんですけど、だからそっからちょっと時間が経ってるんで、あんまりこれをテーブルトークから元になった云々っていう感じで、プレイした記憶は全くないんですけど、そもそもテーブルトーク RPG で、をやってる人たちからすると有名な、AD&D ってなるんだけど、一般の人からするとそんなに有名でもないんだけど、でも、あのドラゴンランス戦記って言い切ってしまってるのが、どうなのかなってとこですね。で、しかもそこがテーブルトーク RPG の世界観がアクションゲームに一気に流れていくと、ある意味こっちもね、世界観的には、なんだ、テーブルトーク RPG の世界観がアクションになってるっていう、ニュアンス的には近いんだけど、だいぶ時代も違うんだよね。結構疑問でした。ヒーロー・オブ・ランスはドラゴン・ランスの世界で展開される壮大な善と悪の戦いをコンピューターで表したゲームです。プレイヤーはフルアニメーションで動く8人の冒険者を1人ずつ操作し、ドラコニアンの群れを、接近戦や強力な魔法で打ち倒しつつ、ザクサロスの廃墟に潜り、古代の黒竜キサンツスによりよって守られた重要な、ミシャカルの円盤を取り戻さなければなりません。冒険者たちが崇高な称号ヒーロー・オブ・ランスを得られるよう頑張ってください。という感じでね。でも画面見てもあんまゲーム内容ここだと伝わりにくいんですよね。で、一応パッケージ開けて取説が、あるわけですよね。で、今日結構時間が進んでるな。ドラゴンランス戦記とか、取説の方にね、ちゃんと説明書きがあったりはします。いいや。で、2作目なんですけど、今度はヒルズファーね。パッケージ的には統一感あるのかな。で、これ裏面ね。ヒルズファー、そこは危険と冒険とで豊かに彩られる AD&D の魅惑の都市。ヒルズファー、
それは最高の RPG アドベンチャーと様々なアクションゲームが結びついた魅惑のファンタジーゲームということでね、なんかいろいろこう書いてあるんだけど、よくわからんって感じですかね。で、3作目なんですけど、もういい加減このデザイン変えんなよって感じでね。こういうパッケージで中開けると、中にこう紙パッケージが入ってるような作りになってます。で、まあ、これもね、トリセツじゃないや。トリセツこんなでかいんですけどね。だこれは裸ソフトとかね、この状態で買ってしまって、トリセツはと思ってると、実はこのパッケージよりもでかいトリセツということだったっていう、で、本当はでかいパッケージがあったっていう展開になってます。フランを解放せよ。RPG タイプの AD&D、いよいよ登場。そうね、3作目にしてやっと RPG タイプになったのね、一安心って、そんな感じですね。で、4作目、これで一応打ち止めかな。これドラゴンズ・オブ・フレームね。まあ、これ英語表記ではドラゴンズ・オブ・フレームなんだけど、カタカナで書くとドラゴン・オブ・フレームになりますと。で、裏面。リアルなアクションで展開されるドラゴンランス戦記のコンピューターゲーム第2弾ついに登場。ってことで 実はこれ4作出てんだけども、実はこれがね、ドラゴンランス戦記の1作目だったんですけども、これ2作目ってことでね、なかなかこう、ね、全部 AD&D で買ってきたけど、実はいろいろこう、シリーズというか分派してるみたいなね、ことがわかるタイトルだったりします。まあ結構ね、僕もこの正直言うと、ポニーキャニオンさんのこのドラゴンランスじゃないや、AD&D のシリーズ4作出てるんですけど、正直ね、どれがどれだったかね、こう思い出すのが大変っていうか、あんまりよく分かってません。まあちなみにね、その後、違うな、スーパーファミコンとかね、3DO とか、まあいろんなハードで、もう少し AD&D 出てるんですけど、まあちょっとこの辺のまとめはね、またいずれ時間があるときにやれればなと思っています。で、ちなみにこの A&B みたいなね、ダンジョン&マジックとかね、ドラゴンズ&、あ、違う、ダンジョンズ&ドラゴンズとかね、マイト&マジックみたいな感じの響きって、こうなんか RPG っぽいなって、なんかその RPG 使う用語をこう並べるとね、RPG っぽくなるなと思って思ったんですけど、まあ、こうね、ソード&ソーサリーなんかもね、そういう響きがあります。で、ちなみにソード&ソーサリーって 3DO とね、サターンで出てるんですけど、こんなに違いがあります。なんか僕の中ではサターンの方がなんかお得感があるかなという感じがするんですけど。で、ちなみにね、サターンなんですけど、実は最近ちょっと少しずつ話をしてるんだけど、今月ね、これあんま見せたくないな。オールアバウトセガサターンっていうのがね、アマゾンの方で、11月22日発売で出てますので、まあその辺もね、チェックしてみるとよろしいかと思います。まあなんでこれ言ってんのっていうのは、まあ後日しょ、あの説明します。ということで、本日の配信はそろそろ終わりになりますが、この配信はゲームコレクターの作家が日々の活動や時事ネタにパッケージゲームを絡めて話をしていく配信です。また、QB9 金子問題等を、ゲーム出版物の不正問題も追及しています。皆様のコメントアイテムが日々のコレクター活動の糧になるので、ぜひよろしくお願いします。YouTube においては高評価をお願いします。コメントアイテムで生配信に参加できるのがふわっち。過去の配信を確認できるのが YouTube になります。ほぼ毎日、だいたい深夜1時にふわっちにて約30分の生配信をしてますので、フォローをよろしくお願いします。ということでね、まあちょっといろいろこう、その日のね、話す内容っていうのは、まあ自分でもいろいろ考えながらこうやってはいるんですけども、何かこう見たいものとかね、あれば、要望いただければ、それをもとにこう、構成を考えようと思いますので、コメントください。まあ、YouTube の方にもコメントいただいてもいいんですけど、ふわっちの方でいただいた方が、
こうね、リアルタイムにいただいた方がいろいろ判断しやすいのでよろしくお願いします。ということで以上、サッカンでした。おやすみなさい。